ようございます。ちょっと早くなかった、すいません。なんかちょっといろいろなんか盛りだくさんすぎて、いろんなものを取ってきたりなんだかかんだか、ダメだ、もう今日はなんかいろいろまた何日かに分けようとか思ったりいろいろしてましたけど、おはようございます。今日は、1月24日月曜日です。おはようございます。なんかね、いろいろやっぱりちょっとずつなんかこう春に近づいているかなっていうのはなんか感じなくもない、今日この頃になってきたような気がしますけど、出た。どうしようかな。なんかやっぱりちょっと先にね、今日は、昨日 の、 お香のワークショップの話をしたいんですけど、なんだけどなんかエミさんがすごいまた動画をね上げられてて、またタイトルが言えないんですけど、なんか天下人の何だったっけ、まあなんかでまたそれはね、今日は言わないんですけど、やっぱりいろんなね、そういう昨日のお香に行ったり、あでも他にも行った、今牛山さんが見えちゃって、牛山さんのなんか素晴らしい、おはようございます、活動されてるアルドビーブルっていう方たちの、まあ障害者って言われてる方たちの、いろんなね、そういう風な扱い方をしないで、あと本当にそうだから、でその方たちのアーティストならアーティストの作品を使ってちゃんとこう普通にそれを必要としてる方たちのところに届ける、それをこういろんな形にしてとか、ね、この間名刺がね本当にカラフルな皆さんのアートの名刺があって、ちょっとそれまた別の日にめっちゃ語れるから、ちょっとそれまた別の日に紹介したいと思うんですけど、それとかそのエミさんのそのなんかね、その天下を取った人たちっていうのはその桁違いにその歴史の中でその運命とか占いとか運命学とかそういうの、まあ帝王学って言ってたけど、をどのように利用してるかっていうその実例がいっぱい入ってる、すごい素晴らしい、なんかもう本当に勇気をもらえる動画を昨日出してくださってて、でそれとかその昨日のお香のワークショップとか、なんかいろいろね、確かに今年ってそうなのか、いろんなね、なんか動きが早い、それで それぞれの刺激がやっぱり何かが、それそれこそその水門じゃないけど、その一個入るとそれでパーって広がるじゃないですか、その刺激が。そうするとそれによってこういろんなことがこう動くから、なんかね、大変っていうか楽しいけど、で大体そういうのってなんか同時に来るから、本当になんかこう平行っていうか、なんかよくわかんないね感じになりますけど、でも今日はお香の話がしたいと思ってますけど、まあ全部つながるなと思うので、こうやってなんかこう、だからやっぱりこう全部っていうか、もう全部予期せぬこう思考の中には絶対にない予期せぬこうある意味だって、こう刺激っていうのは助けでもあるじゃないですか、その私のこう命を動かしてくれるっていうか、だからやっぱり外から、まあ、外は内とは言うけれど、思考でぐるぐる思い患ってるとことかは別のところから何でもこうポンって助けがっていうか、なんかっていう感じで、やっぱりなんかなんて言うんだろう、自力自分でやるんだけど、なんていうのかな、自力じゃないっていうか、なんていうか、まあね、じゃあちょっとまずいきたいと思います。本日の即興よろしくお願いします。ありがとうございます。ここに置いてあった
ちょっとこれの話しますね。めっちゃ可愛い。ちょっと見えちゃったこれとか、これ見ながらやるっていう。Thank you.
終わりました。ありがとうございました。お香のね話なんですけど、もう本当にねなんか入り口を垣間見たっていう感じで、でも本当にいろんなことを本当に言ってよかったっていうか、いろんなことをちょっと言語化されないところで知ったというか、そういう世界を垣間見たというか、なのでまあああと思って、これからこういろいろ具体的にいろいろ役に立つったら変だけど、その私だったらピアノにフィードバックされると思うんですけど、していくところもすでにっていうところもあるけど、でもまあねその感想として言える今の段階で言えることだけあって、そら裏ピアノ遊ぼうっていうのが裏側を見せますなので、じゃあそれをやっぱりこれが大きかったなと思って、そういう風になってんだなと思って、だからまあそれまであんまりキメキメで準備しちゃわないでこう白紙な感じであれに昨日のお香に行ったのがまあどういう風になるかなって思ったんですけど、何をやったかとかそういうのはね具体的にはワークショップにぜひって感じで、昨日は六本木とかそっちの方でやったんですけど、あんまりもうそういうのはされないようで、横浜のご実家のお寺でとても素敵なところを私は行ったことがないんですけど、でワークショップはされているのでそこに行くと分かるんですけど、昨日のワークショップは図工って塗るっていう壁を塗るとか塗る壁じゃなくても塗るっていう字にお香の香って書く、そういうもの ですごい古い歴史があるもので、でそれを作ったんですけど、まあそれはまあどういう役割があるかっていうと、どっちかっていうとなんていうのかな、こうリラックスとか癒しとかそういうのじゃなくって、例えばなんか武士とかが使うようなっていうか、その何今の現代で言ったらなんかこれから集中して何かをやりたいっていう時とか、これからプレゼンがあるとか本番とか、それから邪気を払いたいとか、そういうね役目が特にを担ったお香だそうで、だからっていうこともあったと思うんですけど、でも私が感じたのはやっぱりその香りのイメージっていうか、そのお香というもののなんか役割っていうのが思ったよりもずっとなんか何て言うのかな、音と近かった、私が音に持っているイメージとすごくもうイコールで、でいい意味で誤解が解けたっていうか、だったんですよね。それで、昨日やったのは、何十種類ぐらいあるそのいろんな天然のそのいろんな例えばシナモンとかクローブとか、そういうお料理にも入れられるようなものから、まあ、食べられませんというものまでもいろいろあるけど、本当に天然のものの、 その粉になったものをさらにこうちっちゃいすり鉢を一人一個ずつもらって、でそのレシピですよね、本当になんかインドのカレーのスパイスみたいに、もうまさにそのでそれを素人がめちゃくちゃになっちゃうので、だいたいガイドの配合があって、で、まあ、その通りにこれは1杯とかこれは 0. 何杯とか言いながらこうどんどんスリスリしていって、でだいたいのものができた後、まあ、最後ちょっとのところは自分 の個性っていうか、自分のその中でも好きなやつとかをとか、もうちょっとこうしたいっていうことで先生と相談したりして、ちょっと加えていったりして、その自分好みの香りを作るんだけど、でもやっぱりその言われた通りの配合してる時点でも
0. 何ミリとかその測りで測るわけじゃなくて、スプーンの目分量で、まあ、すり切り1杯とか 0.5 とかそういう感じなので、やっぱりそこでなんか個性が出て、もうすでにその時点でねみんな違うんですけど、まあそういうふうにやってあの作ったんですけど、まあなんか一言で言うと、一言で言えないんだな、なんかあのあの一つ一つのね、当たり前なんだけど、あの調香ってだから香水でも何でも、あのエジプト香油でも、調香ってやっぱりやってみるもんだなっていう、あの何でも何ていうのかな、その出来上がったものだけとかをもらったりとか買ったりとか、なんか使ったりとかしてると、何ていうのかな、なんかあの一つのものになってるから、なんかこう不安ってしたふわふわっとしたこうイメージがあって、でだからある意味こう軽く考えてたなっていうか、失礼っていうか、でその作ってみると、あのそういう曖昧なぼやんとかぼややんとかふわふわとかいうものはその中に一つもないわけですよ。全部がもうピッてこう子が立ってて、なんていうのかな、それぞれの役割っていうか、まあなんかなんていうんだろう、こうあのエッジが効いてるっていうか、この一つ一つの香りが、でそれをあのうまく配合すると喧嘩しないで、それぞれが喧嘩もしないで、でも濁らないで、それで、でバラバラにもならないで、でなんかまるでその初めからそういう香りがあったみたいな、こう一つのなんか別のこう生命体みたいになって、でまたそれが多分あのこれの調律とかと一緒ですよね、多分なんかあのちょっとずつこう本当に小さじ1杯じゃないよね、小さじなもう10分の1杯ぐらいなやつとか、それからもう本当耳かき1杯みたいなのを足したりなんだり、1個足してスリスリして香りを変えれってやると、あの全部がこうなピントがあったみたいになると、その、 あの全部が調合されていいバランスになったっていうだけじゃなくって、その瞬間になんかパーってなんかねなる、なんていうの、だからそのピアニーノとかが本当に調律がこう上手にされた時、一個一個の音じゃなくてピアノ全体が鳴る、響くみたいになるんですよ。それでそれがなんか本当に音楽と似てると思って、それでってもっと思ったのは、用語がほとんどなんかこう聴覚の用語なんですよ。でね、香りを嗅ぐって言うじゃない私たち、だけど香りを聞くって言うんですよ、その耳で聞くの聞く。でなんでそこから来たかっていうと、まあなんかすごいなんか雅なお話で、その行動とかあるじゃないですか、そのお香の、貴族たちのたしなみっていうか茶道みたいな感じで、その時にあのお香の香りをなんかちょっと私もまたなんかちゃんと聞いてなかったかも、違ってたらごめんなさいなんですけど、その香りをあの当てたりっていうか、そうみんなでこう回してとかいう時に、なんかこう耳を傾ける仕草になっちゃいがち、なんかそれでそれがこう耳をあのなんか聞こうとしてるみたいな。確かに嗅ごうってどんな匂いかなっていうふうにこう聴覚を研ぎ澄ませるとか、聴覚じゃない嗅覚を研ぎ澄ませて嗅覚に集中した時って、なんか同時に五感が全部こう集中しちゃうから、なんていうのかな、耳も、まあ、似たような感じっていうか、耳を研ぎ澄ませるのととっても近いなんか体の感じになるんだと思うんですよね。それであとその
よくでもそうで香水もねノートってノートトップノートとか言いますよね。トップノートとかあれって音じゃないですか。だからやっぱりね音で表現するんですね。でその香水のトップノートとかああいう感じでそのやっぱり表現が香りの表現が最初にパッてくる香りその一個一個の香料の個性で最初にパッてくる香りとそれから何時間もすごい地味だけど何時間も持続する香りとかそのね香水でもあるじゃないなんか午後になるとこの匂いがなみたいなそういう感じのやつとかの話の時にあとそのこの間近ではそうでもないけど意外とこう広く香るみたいなやつとかの時にその表現に響くっていうんですよ。香りが響くって響きがとかしょっちゅう言っていてそれもまさに音楽用語じゃないですか。それでああと思ってなんかやっぱ本当に近いんだなと思ってそれであとものすごい思ったのはもう瞑想ですね。それをこのやっぱり結局その全ての作業がものすごい瞑想にしかならない。瞑想するなという方が難しいっていうまず香りに集中してでそのいろんなその素材のどれが何とかとかっていうのもこの香りとこの香りかとかでもそこで集中してでさらにそのするだから炭をするのに近いようなそのすり鉢で、すりこぎですっていくとまたそこから微妙な変化を求めていくじゃないですか。どう変わったかなとかでなんか変わったとかなんか喜びとかそういうのがいろいろそこの中で宇宙が繰り広げられるともうなんか嫌でもこうスーってこう力みなんかもちろんなく心が静かにならざるを得ないというか本当に心地よかったです。でその香り自体がものすごいやっぱりいろんな作用があると思うしでなんかそういう風にねなっていくんだなと思ってでそのなんかそれとそれがまずあってあとねその、いくつもあるんですけどあとその香りっていうものの力っていうかなんかこれは結構甘く見てたらいけないっていうかだからこれを味方につけたらすごいっていうか結構これなんか昔のね人たちはそれをこう本当に上手に使って暮らしに取り入れてやっぱり瞬殺一番人の深いとこまで一瞬で入っていくから視覚みたいになっていう例えば敵とかでも香りはもうスルーですからねなんかどんなに防御しててもそれでなんかその敵って言ったらあれだけどそれでそのそういうことなんだと思ってなんかそこに特にこれがそうだったんだと思うしその日本のもともとの今やっぱりそのなんか癒し文化っていうかリラックスとかアロマとかそれはもちろんいいんだけどそのだしそれの方がこう失敗が間違いがないとか副作用みたいな絶対、どんなのにもないでしょうけど不快とかには誰も絶対ならんとか安全圏でやってるんだろうけどもともとはもっともっとこうパワフルな一つのなんかこう武器って言ったら切り札みたいな私切り札ってすごい思ったんですよねこれでその切れ味とか香りにこう切れ味とかそういうのってあんまりなんかめちゃくちゃこうかっこいいものなんだなっていうイメージで終わったっていうかそれでだからなんていう気休めとかいうイメージがやっぱりあったと思うんですよね。そのなんかリラックスするときにラベンダーの香りをとか言ってだから本当に悩んでる人はそんなことではとかっていうなんかちょっとでも何もしないよりは気休めでみたいなぐらいに思ってたかもしれないけどいやすごい全然なんかもっとこう本当にうまくやればそれこそこう一瞬で周波数変わるから
それでなんかこうなんか直しちゃうとかいう力もあったりするかもなとか思ったりぐらいくらい、こうなんていうのかな、はっきりしたものだ。だからぼやややんって言ったんじゃなくって、はっきりくっきりっていうなんか輪郭がみたいな、こうしたもので、でもそれが本当に音楽と同じで、例えばね、なんか音楽でも、まあ、ものにもよ、でもやっぱり音楽でも、私前いい意味でね、いい意味でっていうか、そのいい意味で言ってくれた言葉なんだけど、その会社に行ってた時に社長さんが音楽をね、それまであんまりそのもちろんそういうね、そのバリバリそういう叩き上げ の IT 企業の社長さんとかをこうやってるような方で、そういう世界に馴染みがない風な流れで来るのはこう普通のこと ですごい素直な方 でその音楽に音楽ってすごいたかが音楽的に思っていたって言って、そういうことをこう正直に言うのがすごいかっこいいなと思ったんですけど、たかが音楽って思ってて、こう女子供の遊びみたいなイメージがあったと。それで、で私がそのね、その頃たまたまちょっとバブルだったこともあって、何回かこう弾いてって言われる時があって、ピアノ弾いた時に私はまあ普通にそのムードミュージックとかできないから、そのでしかもその頃はまだ今みたいにこういろんな即興とか外れてなかったから、こうバリバリクラシックしか弾けなくって、でもまあその中でもまあ親しみやすそうなのを解説とともに弾いたりしたんだけど、やっぱり その時の感じっていうのが、まあ、そういう社長さんとかの方だからやっぱりこう鋭いっていうか、そういうどんな場でもそれしかできないから、私もそこで本気でやるしかないじゃないですか。でその時になんかあ全然思ってたのと違ったって言って、そのたかがって思ってたけど、たかがじゃないねっていう風な言い方をしてくれて、そのなんていうのかな、その何かが伝わったんだなと思って、そういう感じ、それをその話をちょっと思い出したんですけど、そのなんていうのかな、そのでそれはまあその話とつながるんだけど、私がね、その最初にパリにフランス行って、フランス人の先生に現場とか本番の先生にフランスの曲を日本の先生にも見てもらってたけど、それをフランスの先生に見てもらった時に、その昨日のお香と同じことを思ったっていうのが、そのやっぱ音楽はなんとなくこうその社長さんだと音楽全体がもうちょっとそういうふうにほわーんとしたものだったっていう話なんだけど、そっちの話、そのフランスの話だと、やっぱり今からだと30年ぐらい前だと、やっぱり、今だったらもうちょっとそうではないと思うけど、私の先生またすごくこうその時にももうおばあさんで、すごく厳しくていい先生だったんだけど、フランス音楽っていうのはそんなに勉強してない先生だったんですよね。でそれがまあ日本のその当時の年寄りの先生たちの、まあ先生にもよるけど、まあ、ドイツ音楽とかそっちが専門の先生で、でフランス音楽をすごく甘くっていうか、ちょいなんかこう、まあ、バカにされてるとは言わないけど、なのにフランス行くんだあなたみたいな感じもあったりして、でフランス音楽ってやっぱりそのドビッシーとか印象派の絵みたいな、ちょっとこうぼやーんとしたムードっぽいこの雰囲気で弾けばいいぐらいな感じで、そのレッスン持ってくとOK が出ちゃうんですよね、その日本の先生だと。そんな感じでいいんじゃないみたいな。で、そうかなみたいな感じでいて、それをフランスの先生に持っていったら、で、レッスンしてもらったら、結局一音たりともぼんやりした音は
ないんだっていうことに気がついて、その本当にこのお香と同じで、本当に同じ、あの全ての音があの本当にクリアにはっきりあのキリッとね、あの立っていて粒立っていて、それでちゃんと全部の音をあの曖昧に弾いて、いい音とか一個もなくて、でそれが全部こうそのドビッシーのマジックによって、それが全部こう合わさった時に、あの全体から立ち上がってくるものがこうちょっと印象派のエポカったり、でもやっぱりこう本当香り、フランス音楽ってちょっと香りっぽいと思うんですけど、香り立つ、匂い立つっていうものっていうのが立ち上がってくるんだけど、あの初めから一音一音をぼやぼやしてると、ただのなんか死んだ音楽になって、何だったのっていうことになるっていうことを知ったんですよ、フランス行った時に。そういう感じだから、なんかあでもまあで、まあフランスと日本ってまあ近い美観、私は美意識がすごい近いものがあるから、割と分かり合えやすい、そこの面だけかもしれないけど、他の面はあれだけど、その日本の美を本当に感激することができる人たちみたいな感じに、本当に好きなんだなって思う人は、なんか、まあ、他にもね、他の傾向の話で、他の国がそうじゃないってわけでもないし、フランス人がみんなそうってわけでもないけど、そのだからフランス音楽を習った時の感じで、やっぱりその香りっていうのがなんか、その誰も自分の子を殺してなくって、それでオーケストラとかもそうですよね、なんかダメなオーケストラっていうのは、なんかダメなっていうか、そのなんていうの、独裁政治みたいに指揮者が怖すぎて、みんながビクビク顔色見ながらこうはみ出ないように演奏するって、それで全部もうピシッと合ってますみたいなのが、本当に多分広がっていかない心地悪い、まあそんな人、まあそこまで極端はないけど、そういうのと、全員がなんか伸び伸び弾いてるのに、なんか同じところ、なんていうのかな、魂が一緒っていうか、だからあれですね、そうするとまた話がちょっと大変になっちゃうけど、ある意味全員がこう出てるっていうか、なんていうのかな、縮こまる自分を殺すリタじゃなくって、自分を生きるリタみたいなやつなんですよね。だから全員みんながその行きたいっていう、あそこに行きたいっていう、その伸び伸びっていう場所が同じだから、同じっていうか同じものを見てるっていうか、まあ、全く同じじゃなくてもいいけど、だから同じ音楽の完成形じゃないけど、そうすると全員伸び伸び自由にやってても、っていうか、やってるからこそ、その合わさった時に100人なら100人じゃなくて、一気に1000人分みたいなパワーになったりみたいなのも、やっぱり香りも同じですよね。だからまあ人間もみんな同じですよねとかってなりますけど、まあそういうことをいろいろ思ったんですよね。それでやっぱり邪気を払うっていうのも、いや絶対そうだって思いました。だからまあ周波数だから。でもなんか可愛いなと思ったのは、結局なんか神様っていうか、そういう神様的なものっていうのは、美しいものとかいい匂いが好きだから、つまりなんかその結果として邪気が払われるみたいな考え方でもいいみたいな感じのことも言ってたような気がしたんですけど、本当にそんな、そうですよね、きっと弾かれちゃう、そこの周波数に合わない邪なものは弾かれちゃうみたいなことなんだろうなと思って、だからなんかそれをね、本当に具体的に使え、だから本当に自分のこう気持ちを変えるのには一番早いんじゃないですかね、香りって、って思いました。なんかだからそので、まあ
日本のそれとそうだ、もう一個言いたかったのは、何度も言ってたのが、まあ、特にこの図工っていうのがそうなんだけど、キリッと作ることって言っていて、なんか本当にだから瞬間、それもすごい思ったけど、瞬間な時空がない、やっぱさすがっていうか、お寺とか、そうお寺っていうか、なんかね、それもイメージ変わったなと思ったのは、なんとなくこう時空、時間の経過を感じてしまうんですよ、香りってたんですよ。なんかだけどやっぱりこれ瞬殺なものなんだなと思って、でも確かに思い返すに、あの香りの記憶って全部瞬殺ですよね。なんか誰かの家入った瞬間いい匂いとか、すれ違った瞬間とか、誰か通り過ぎた人の瞬間に、あ、なんか瞬間でやられるみたいなのとか、でもそれがめっちゃ真実っていうか、瞬間しかないからみたいなことをなんか気づかされるみたいな、だからやっぱり瞬殺のなんかね、武器みたいな感じはねしましたよ。それでなんか音楽とかだって、もう最初の1音でつかめなかったらもうダメみたいなね、よく言うけど、最初の1音ってやっぱ瞬間ですよね、本当にね、とかね、本当にね、奥が深い。それでそのキリッとっていうのも、キリッととかはっきりとか、そういうのってやっぱ瞬間を表す感じじゃない、言葉として。でね、甘くない、甘いっていうのが、やっぱ今の時代って甘いって、まあでも甘いっていうのも言葉のね、あれで、甘いっていう言葉にもどういうものに対して甘いって言葉をつけるかっていうことで変わってきちゃうから、まあ厳密に言うとちょっと雑になっちゃうんだけど、でも甘いってこう安易な褒め言葉になってて、なんか食レポとか見てても、なんかそのお菓子とかじゃない、何でも肉でも野菜でも、とりあえず甘いとか言ってると褒め言葉になるみたいな感じってあるけど、その落とし穴みたいなめっちゃ思って、あの甘いっていうのはいらないっていうか、いらないっていうか、あの甘さっていうのは、そういうベタベタした甘さっていう言葉もあるんだけど、甘さって私たちが思ってるような甘さ、私たちっていうか、私が砂糖的な甘さではない、もっとお花の香り的なものなんですよ。なんか甘いというよりは美しいっていうのに近いなって私は思った、甘いっていう香りの表現が。それでそのだから、そのでね、あの思った時に、その日本のやっと和のあれに行くんですけど、その私がその火曜日に、あ違う、水曜日にやろうと思ってる、あのちょっとあのタイトル変え、和の音で和の響きに変えようと思ったんですけど、その和の響き、もういつでも変えるんで和の響きにするんですけど、和の響きって思った時にやっぱりね、あの甘くないんですよね、和って。そこがなんか、なんかそのちょっとわかんないんですけども、これ本当に、でもね、これ昨日思って、やっぱりこれは本当に奥が深いし、私は日本人だから、やっぱりその和の邦楽はやってないけど、でもね、やっぱり私日本の曲、日本人の超現代音楽って、あ、ちょっと話が飛んじゃうから、これじゃあ後で忘れないようにして言いたいんですけど、日本、そのまあ日本絶対的な個性だから、私の日本っていうのは、だからその気軽にね、なんかピアノ遊ぼうとか言って、あ、和の響きとか、和だとか言ってたけど、やっぱりこれはなんか大きなテーマだなと思って、一つの大きな軸として、その私の表現の中でだけど、あの 和をちゃんと追求していかないと、全然そんな、もう入り口も入り口で、ちょっとふと思ったみたいなね、ことだけど、そのちょっとふと思った中に、やっぱり多分なんかこう、だからやっぱりその日本のなんか文化の格の高さみたいなのって、やっぱり甘くないっていう、なんかこうロマンティックじゃないっていうか、
情の階層じゃないっていうか、やっぱキリッとしたとこやっぱりあると思うんですよね。ちょっとやっぱりもうちょっとこう他の国だとなんかこう情っていうかちょっと違うような気がして、その空気がね、やっぱりその例えばあのだから伊勢神宮とかああいうとこのとこまで行かなくても神社とかの、あのやっぱり一言で言ったらキリッとしてない、お寺とかって。だからそのキリッっていう言葉を何回も昨日おっしゃってて、そのすごい、またそのキリッとした方なんですよ。もうめちゃくちゃ魅力的な方、神宮寛さんっていう方が。それで、でそのでも確かにその日本の文化ってその木造建築とかお茶の世界とかも、だってお花の世界だってやっぱりね、なんかねキリッとしてる、なんか例えばさ、なんかオランダのキューケンホフのチューリップがこうわーみたいなの、そういうのとは違って、こう本当にこう一本のなんか枝ってとかがこうキリッととかなんかあるじゃない、なんかあれがなんか多分和ってそういうことなんだなと思って、なんか安易になんか和のなんとかとかってとても言えないと思ったので、まあ気がついたんで今度はまあね、今度はもう本当に最初の一歩って感じで やりたいなって思ったんですけど、その、まあ、やってで、そうやって思うと確かにその過去の偉人というか日本の作曲家竹光徹さんとかもう一貫してそれをやってるんだなと思って、もう一回回ってなんか大尊敬みたいになってきたっていうか、でそれでそんな感じですね。でちょっとさっき言おうとして話に行っちゃっていいのかな。なので、あ、じゃあその響きの話で言うと、あ、和の響きっていうのをって言うと、やっぱりそのぼんやりしたとこ、ぼんやりした音を出していい曲はないんですけど、どの国にもなんだけど、そのあのなんていうのかな、どんなに弱い音でも魂入ってないと、あのもうちょっと死んだ音はダメだし、そのぼやんっていうのはありえなくて、で最弱音でも大きなホールの隅の隅まで響き渡る音っていうのは出せるんですよね。それはやっぱりそういう感じってどういう感じか分かんないけど、でもそのそういうこととかも思いましたけど、和の音っていうと余計そのなんかね、そう、それでね、それでやっぱりじゃあその辺はちょっとまたその日にっていう感じでちょっとあれですけど、あのでそのさっき言おうと思ってたその現代音楽の、日本の現代音楽のあのその第一人者みたいな人たちが言ってるところっていうのは超現代音楽なんだけど、超現代音楽って何かって言ったら完全に自然です。だから森の中に入っていったら突然鳥が鳴いたり、木がどっかの木が突然こうなんか枝が落ちたとか、どっかでなんかの動物の声がしたとか、ざわ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 ってこう風が突然吹いて木々が鳴ったとか、それからその木の実が落ちたとか、それからなんかこうすごい湿度があるなんかこう感じとか、それからもうあの池に、それこそ池に何かあの鳥が魚を取るんでズボンって入ってった音とか、もうそれです、現代音楽ってって感じで、あのそう思って聞いてそう、あのまあ全員がそうではないけれど、あの日本のだから例えば日本の価値観による美ってあるじゃないですか。日本あのわびさび、それこそわびさびとか、あのわびさびって何て言ってたっけ、あのこの間紹介したあの本でもね、あのね訳せない言葉の本紹介したけど、結局日本語にしかなくって、木漏れ日とかわびさびとか日本語にしかなくって、
外国語に訳せない言葉っていうことこそが日本の財産だと思うんですけど、その底がまあ日本の音だと思うんですけど、それがそのだから武満徹とかもその日本の価値だから左右、西洋音楽って左右対称とか全部割り切れるとか12音階に割り切れる平均律とか、そういうふうにこうベルサイユ宮殿とかちょっと悪口じゃないけど雑に分けるとそういう感じで音楽を体系立てたのに反して完全なこうノールールの世界で自然を師として、それでそのねその音をどうやってどれだけこう再現できるか。でも日本人だけじゃなくて、まあ、メシアンとかは鳥の声とかでやったり、そっちに、まあ、だから今までのルールでもう行き詰まったら今度次の死をどこに求めるかって言った時にこう自然の方に、自然とか鳥とか、まあ、それ神って神の作品の方に行ったっていうことなんだと思うんですけど、そういう風にまあ、なるっていうか、なのでまあなんかそういうと和の音っていうとあの和の法則ももう抜けちゃうんですよね。だからまあそこまでいったから今度は別に遊ぶから別にそんなことは全然やらないけど、でもだから表面的な型がどうとか音がそうとかじゃなくって、やっぱりそのあれですね、あり方ですね、そのスピリットから和になってるかどうかみたいなことなんでしょうねと、まあ、でもそうですよね、役者さんがある役を演じるとしたらその型とか動き方とかそのメソッドとかの前にこのマインドからスピリットからその人になってるかどうかみたいなねところだと思うので、そうだと思うんですけど、なんか そんなとこまで行っちゃうみたいな、そのお香だけでとかっていう、なんかすごいなんかいいなんか経験をさせていただきましたっていう回でした、日でした昨日は。なのでそのすぐにはちょっと反映できないんですけど、でもなんかすごい可能性を見るなとも思いましたしっていう感じでしたね。やっぱり長くなっちゃったなって感じですけど、でなのでまあちょっともう一回考え直して、まあなんかだからどうってわけじゃないけど、水曜日はピアノを遊ぼうはなんかちょっと香りですね、日本の香りと日本の音みたいな話かも。でもな結局だからあのこれはそういう風にやっていくんだろうな、なんか 何個か柱があってテーマがあって回していくって、だから日本の音楽を日本の話っていうかの、まあ、最初の1回目っていう感じでやるんだなって思いましたっていう話です。あ、そうなんです、コメントありがとう。香りを聞くんです、香りを聞くっていうだけでもすごい、香りを聞こうとしただけでどんだけ五感が開くかって感じしません？なんかとどもう今ここから動けないみたいな、今ここ釘付けになりますよね、香りを聞くと思ったら。あの少なくとも嗅覚と聴覚はもう今ここから動けなくなると、思考もちょっと動けなくなると、だからすごいなって思いました、香りを聞くってね。だからな、言葉ってすごいとかね思ったりもしましたし、という日でございました。じゃあまた明日はちょっと違う次の話みたいな、もうちょっと全然長くなってすみませんでしたってことです。では終わりたいと思います。今日は1月24日、月曜日です。今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。ではまた明日の朝に、失礼します。ありがとうございました。